スーパーダイジェストブーンってことで今日はこちらのゲームをやっていきます。ちょっとね、あの喉の調子がね、ちょっとダメってことで今日はこちらのバカゲーを緩くやっていきたいと思います。ってことでやっていきましょう。まあこちらのゲームはですね、この映っている なんだろうな、エゾジカ <laughs> ま、トナカイなのか、まあ、シカ、シカかなシカがなんか、このガシしちゃうんだよね、この歩いてると。やっぱ歩いてるとエネルギー消費するからお腹空いちゃうんだよね。で、そのお腹空いてガシしないように途中で落ちてくる、まあ、こいつの大好物を食べさせて、えー、あれするみたいな感じですね。で、こんな感じで何も食べさせないと、こんな感じでね、なんか一瞬で細くなって死んじゃうんですよね。 まあ、これをまあ、こうならないように食べさせて、お腹をいっぱいにさしてを繰り返して、なんか先に進むゲームらしいです。で、こんな感じでなんか適さないな、キノコを食わしちゃうと、こんな感じでうんうちがビャーって出ちゃうんです。<笑><笑>やばい、ごめんね。ごめんあの、ううち、うちでの時の顔がちょっとつぼっちゃった。<laughs> ちょ、ごめんなさい。 <laughs> まあこんな感じでね、適さないものを食べさせちゃうと、こんな感じでね、まあ体調不良で死んじゃうと。まあいうところこういう感じで、りんごとか、えー、えー、人参をね、食べさせて、でまあ先どれだけ進めるかと。そういったゲームですね。はい。もうすぐ間違えちゃった。うん。こうやったらうんちくがビャーって出ちゃうんだよね。うん。神系でしょ。<laughs> ちょっとごめん、あんま、あんま、あんま声出さないようにしたいけど、ちょっと声が出ちゃったわ。うん。まあ、ちょっとなんだろうな、可愛さもあれば、ちょっとバカらしさもあれば、この、なんとも言えない顔がいいよな。いや、まあね、ちょっとまあ今日、ちょっとまあこれをね、ただゲームやるだけだと、ちょっとね、見てる人も飽きちゃうと思うんでね、まあちょっと軽く雑談を挟みたいと思うんですけどもね、まあなんでこんな。 あのー、になっっちゃったかと <laughs> 本当は今日ねあの動画休もうと思ったんだけどねやっぱ僕はあのー、毎日投稿できるだけ続けたいとまあ、毎日投稿最近できてなかったんだけどねまあ、こんな感じでねあのー、まあ、どんな動画でもいいから出したいなと僕の心の中でなんか落ちてきたけど撮れたかったでも新記録12うんいいねこのリズムに乗ってやった方がいいかもしれないは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 い

多分これ3回落としちゃうとダメなんかなこの食べれるやつを。はい、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 タッチ。よし。いや、これね、ギリギリだと意外と反応しないから、いい感じのところで拾いたいところでもある。いや、これね、マジでね、なんだろうね。なんかずっとやっちゃいそう。<laughs> なんかね、このいいよな、この音がいいわ。で、なんか調べてみたんだけど、なんかね、なんかこの、 ゲームの音をなんかやってる人が出てきたんだよねなんかス,スウェーデンの人だったっけながなんか YouTube でなんか上げててなんかそういう人が制作者さんなのかわかんないよわかんないけどなんかそういう人がなんかねその YouTube にその動画上げてて見たけどなんか面白かったね <laughs> まあそれは気になってやったんだけどこのゲームまあ多分だけどその人がなんだこれあこれ設定か ラングー、スープ、やばい、最近英語、英語系のゲームやったけどなんもわかんねえや。まあ、とりあえずこれ、んー、なんだろうね、100目指すか。えー、ちょっと待って、な <laughs> んも食いてねえし、もう木のコ食っちゃってうんちがべー。このゲーム意外と奥深いか。ふふふ。 なんもわかんないけど。やっぱね、これどういう、やっぱどこかに向かってると思うんだよね。でもさ、やっぱこの空中からこの食べ物が落ちてくるってことは、やっぱ誰かが落としてるってことじゃん。だからもしかしたら俺が落としてるかもねっていう話なんだよねって言おうとした瞬間にうんちがべー。待って、意外と難しい。<laughs> ちょっと舐めてたわ。<laughs> その、海外の人のね、なんか動画で、その音のなんか動画が、ねゃべー。 音の動画を見て、それでね、なんか、こうゲーム気になってやったんだけど、なんかいいね。なんかなんだろう。この謎のリズムで、なんかいいなこれ寝る前とかにやったらいいかもね、結構。なんか寝れそう。なんか睡眠導入剤になりそうだなこれ。<laughs> ちょ、俺最近寝れてんだよななんかさ本当に、こうね、うん、ね、うん、<laughs> ガシしちゃった、普通に。<laughs> なんか普通にね、あのー、 なんだろうこう、仕事から帰ってきて、で、動画撮って、で、編集してって言って、大体朝の4時なんだけど、で、朝の4時から、まあ、大体5時ぐらいまでなんかぼーっとして、で、5時から寝て、で、朝の7時に仕事行ってを繰り返してたら、なんかね、眠れ、どんどん眠れなくなってきてね、ほんと最近の睡眠時間がまず1時間ぐらいで、ちょっとあの、体の危機を感じてるんだよね。だからマジでこういうゲームは僕は意外といいのかもしれないなという、 あの、会話をちょっと交えてね、言っておきました。<laughs> やばい。ちょっと本当になんか眠れなくなっちゃったんだよね。どうしたらいいかな。なんかね、あの、たまにさ、YouTube にあるじゃん。なんか、これ見たら寝れる動画みたいな、なんかさ、<laughs> 催眠術みたいな。あれ見ると余計に目が覚めちゃうんだけどな。あれ絶対ほとんどが嘘だよ。なんだこれ。 レモン取ったらなんか前回までしたぞだけどそのそれずっとやべえやべえ何話してたか忘れちゃったわ <laughs> 俺は何を話そうとしてたんだろう まあでもね、えっと、まあ最近寝れてないと。でまあね、その、まあ動画ね、まあ最近ちょっとあの、声がね、なんか追いついてこないんだよね。自分がこう、結構頻繁に動画上げるようになってから、なんか喉が追いついてこなくなってね、まあこんな感じでね。うん、<laughs> ごめん、軽く死んじゃったわ、うん。でもね、これでもね、龍角さん舐めてるんだけどね。 まあ、留学さん舐めてここまで声出るようになったんだけど、本当にさっき前ね、ガラガラでね、べ楽しいわ、このゲーム。<laughs> 謎の中毒性があるわ。それに可愛い。<laughs> ここが <laughs>。この口開けるところがいいわ。なんだろうね。やっぱ俺にはこういうのが大事なのかもな。なんか羊が1匹、2匹、3匹、みたいな。こういうちょっとした癒しが必要なのかもしれない。 でもね、僕ね、本当にね、やっぱ僕本当にね、ちょっと、なんとかしてほしいんだけどさ、その、まあ、僕あの、TikTok でね、あの、よくあの、猫の動画とか、動物のね、動画とか見てるんだけど、まあ、Twitter とかもそうなんだけど。でもね、なんかたまにさ、ちょっとあの、なんかあの、麻生太郎が出てくるのやめてほしい。<laughs> 麻生太郎がたまに出てくるんだよ。でもさ、なんか、なんか見ちゃうんだよね。 てっ、てるるる。てっ、てるるる。てっ、てるるる。てるるるる。あんた、朝日新聞かってて。<laughs> 朝日新聞と話してる麻生太郎が出てくるんで <laughs> あとインタビューで。な、んなんで <laughs> 忘れちゃった。なんかそういう、あ、出てくるんだよ。あんた、朝日新聞か <laughs> って言って。やっぱそういうのがね、出てきてね、なんかもう眠れなくなっちゃうんだよね。 やっぱどうしてだろうあともう一人、あの、<laughs> 山本太郎が、増税、廃止、みたいな、なんかそんな <laughs>、そんな動画がたまーに、もう100本に1本ぐらい出てきて、でも俺もなんかわかんないけど、なんか見ちゃう、見ちゃうんだよ。でも許してほしい。俺は動物、猫の癒しを見たいのになぜか俺は政治を見てしまう。<laughs> 何なんだ、俺は。もうこれはもうずっと悩まされてるね。うーん。 多分そう、見ちゃうから出てくるんだろうね。でもそれやめてほしいんだよね、本当に。で、待てと <laughs> どんだけ、どんだけキノコを食べんねん待てとちょっとごめんなさい。あんまり声を出さないつもりだったんだけど、なんか、口出したくなってしまいました。はい。 まあね、ほんと最近、まあ、その、まあ仕事始めて、まあ、にどんぐらい、2ヶ月ぐらいだって、まあその動画投稿もね、なんか一時期本当体調崩してて、まあ出せてなかったんだけど、まあ最近そうね、まあ動画投稿を増やして、まあ個人的にはね、結構、なんか充実してるんだよね。もう睡眠を抜いたら <laughs>。睡眠さえ抜いたら結構充実した毎日なんですけども、やっぱね、 やっぱ動画投稿、やっぱ実況って楽しいね。<laughs> やっぱこうね、やっぱ、まあ毎回ね、こう結構ね、多くの人が見てくれるわけじゃないけどね、やっぱ一人でもね、こう僕の動画を見て、まあ笑ってくれたらなと思いつつ、動画撮っててやっぱ、なんか楽しいし、やっぱいいわ、ストレス発散にもなるな。うーん。 まあだからな、俺は生涯一ゲーム実況者だから、俺は死ぬまでゲーム実況はやろうと思ってるけど、やっぱね、4300人かな、今。<laughs> 登録者数。いや、嬉しい。だから、なんか気づいたらさ、300人増えてたわ。4000人になったんだって今年の3月だったよね。うん。だから2ヶ月ぐらいで300人増えたから、なんか、なんかいい感じに、今年1万人いかねえかな。<laughs> 一番に。ねあの、ね僕、あの、めんどくさかった、あの、マイナンバーカードを作ったんで、あの、もうそろそろ、あの、収益化始まるんで、あの、僕の動画にも、あの、広告がつくようになります。はい。まあ、それだけちょっと先にね、言っとかないと。なんか、急に、おい、おい、なんだ、なしは、お前、なんだ、広告つけたか、おい。っていうね、なんか、怖い人がいるかもしれないから、一応報告しとくけど、まあ、あの、はい。なんだ、よろしくお願いします。まあ、そんなね、なんか、広告って言っても、なんか、15秒ぐらい、ちょっとね、ね ください <laughs>。はい。えー、まあ、てことでね、やってるんですけども、なかなか、なかなかこの21を超えれないんだけど、いや、この21いった俺、すごくね、マジで。なんか全然いかねえんだけど、うん。いや、なんかね、これね、ボタン押す、ボタンっていうか、このフルーツをね、タッチしてるつもりなんだけど、なんか、反応しないっていうか、<laughs> なんかそのまま落ちてっちゃうんだけど、 ちょ、これやめてほしいな。俺が悪いのか、これ。OK。いや、ちょ、これ、まあ、絶対押した、俺。絶対押したのに。絶対押したのに落ちてるもん。おかしいよ、絶対、これは。これは何か陰謀論が働いてるのかもしれない、これは。なんか人工落下。人工、あー、もうほんと、ふふふ。レモンは落としちゃダメだろ、絶対。 でもお前可愛いからまたやっちゃう <laughs>。やべえ、今どんだけやってるこのゲーム。俺さ、このゲームなんかね、9分ぐらいでやめようとしたんだけど、9分10分ね。今どれぐらい経ってんのか分かんない。でもうこれ、時間が解けるわ、このゲーム。やべえ。新たなるスイカゲームならね、鹿ゲームかもしんねいこのゲームは。あー <laughs>。 やばいいな。ちょっとこのバカ芸感もある感じがいいな。<laughs> これさ、20以上行ったらさ、なんかキノコ以外も降ってくるのかな。水気になるね。まあ、降ってきたらもうちょっとやりたいな。ちょ、他の、なんか、うんち以外エンドないのかな。ちょっと見たいんだけど、やられるところが。ちょ、っとやばい、ガリーになっちゃった。<laughs> までもこれでもな、レモンが落ちてくれば、一発逆転になるから、ちょ、その前頑張って、タッチして、た耐えろ。 OK! 来たよしこれだなマジで。レモンゲーだ、これ。レモン。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたわ。うん。歌った瞬間にちょっと死ぬのやめてほしいわ。<laughs> ま、でもな、俺が、俺がそのまま歌ってもなんか面白くなんなかったから別に良かったかもしんない。それが逆に正解だったかもしんない。ただ、俺は歌いたかった。 オンチだけど歌い,たい,、うん、いやーまあちょっとさまあちょっと雑談になるんだけど最近のさなんか面白アニメってなんかあるなんかアニメってさまあテンスラは見てるしあとマッシュルも見たしあでもなあれ見てええんだよなあのなんだっけ呪術改善呪術改善 は見てないし、あと、鬼滅も見てないんだよね。鬼滅さ、なんか俺、なんか友達にさ、鬼滅面白いって言って、なんかね、なんかそれで見ようかなって思ってたなんか友達にさ、なんか映画面白かったよ。なんか映画でね、あの、炎の、なんか名前忘れちゃったけど、なんか、善逸だっけ善逸がなんか、死んだよって。なんか、赤座に殺されたよって言われて。あー。 <laughs> なんか急なネタバレ食らったわなん,かなんかそしたら見る気なくなっちゃったなんかあとなんか結構アニメ出ててなんかちょっと追いつけなくなっちゃったんだよねなんかなんか1期ぐらいなら見ようかなって思ったんだけど気づいたら結構なんとか編なんとか編って続いててなんかもう追いつけなくなっちゃったんだよねなんかもう嫌なんだよ <laughs> もう最初からバーってやるやつうん まあだからね、まあそれだけど最近あの、北斗の剣を何周目かなもう、もうマジ25周目ぐらい <laughs>。アニメ。また1から見て、北斗の剣2も見て、修羅編も全部見て、っていうのをやって、ね <laughs> やっぱ俺北斗の剣を超える面白いアニメねえな、マジで。北斗の剣が一番面白いんだよね。 うん、やっぱこの北東の拳でてさ、まあ、見てない人もいるかもしんないけど 1, 1っていうか、まあ、一番最初北斗拳、まあ、2もあるんだけど、まあ、2は修羅編って言ってまあそれはそれでまあなんかなんていうのそのラオウと戦った後との、まあ、ストーリーみたいな感じなんだけどそれはそれで面白いんだけどやっぱね一番最初のやっぱねなんと。 政権やっぱサウザーとかシンとかと戦うところも面白いんだよね。うん。なんだろう、あとね、なんか北斗系はね、結構その回想シーンっていうかが多いんだけど、それもね、なんか面白いんだよね。<laughs> 何回も同じような回想シーンやってるんだけど、なんかいいんだよ。なんかユリアが、こう、幼いユリアがボールを落としてそれを拾うみたいなケンシロウが <laughs>。 ああいうのもねもうそのアニメ上ではもう5回ぐらいやってんだけどそれもいいよねなんかなんかいいんだよなんか僕もうこれもね分かってるよこういうことがあったんでしょって分かってるんだけどなんか見ちゃうっていうやっぱこれはやっぱ北斗ケン大好き男からしたらそういう話なんだよねやっぱいいんだようーんやっぱこうラオウとやっぱケンシロウっていうのもいいんだよねやっぱこの修羅に行っちゃうとラオウのお兄ちゃんとか出てきちゃうからね うん。待ってんな話をしてたら全然いかない。ちょっと待って。あ、21は超えよう。21超えて終わろう。今日は。うん。ちょ、俺本当はこ、こんなに動画撮るつもりじゃなかった。喉 <laughs>、喉を直すために俺は今日は撮らないつもりだったけど、どうしても動画上げたかった。ただそれだけなんだ。うん。まあでもなんだろうな。なんか、

<laughs> 見た <laughs> ごめんごめんあのつ <laughs> やべめ<え> <laughs> い,いきなりそんなそんなのが出てきたしちょっと俺笑っちゃうよちょっとつぼっちゃった久しぶりにうーん いや、面白い。これ、そうか。20超えたらまたこれ30超えたらまた新しい、そういうのあんのかなうわ、見たいけど、俺は、これを30までいける自信がないな。うん、だとしても、これは1時間ぐらいの動画になっちゃいそうだわ。うん、あー、食べちゃったわ。<laughs> いや、面白いな、このゲーム。マジで。でもこれ、だいぶ昔のゲームなんでね。8年 ?9 年わかんないけど、結構昔のゲームで。 僕もなんでこのゲームを知らなかったんだっていうぐらいね。なんか面白いよな。いや、これいいね。あー、食っちゃったわ。<laughs> このうんちがべーってなるのがいいわ。これ好きだな。ちょっと21超えてえな。お、いい感じじゃない結構。やばいな。油断したらこうなっちゃう。かここでレモンとかが来たら結構でかいんだよな。来ないか。でも20来た。いや、まだあと2つ。 よし20きたこっからあと1個でももう1個もう1個もう1個いったら超えるよし来たよしこれで新記録だじゃこっからは、えーうん、レモンがレモンが来たけど無理だったな、まあてことで今日はこちらのゲームをやってみましたはいどうでしたか皆さんたまにはこういうね動画もどうでしょうかってことでナショナルでしたまた次回の動画でお会いしましょうバイバイ you <laughs>